ゾイドーパーフェクトヒューマン片山とゾイドファイター宮地だ、よろしくということで、はい、やってまいりましたね。やってまいりました、この暑い夏。何の季節ですか？宮地さん、あれしかないですよ。あれ、あれです。次世代ワールドオービーフェア19サマー。今回の次世代ワールドオービーフェアは、はい、幕張メッセで6月29日と30日に、はい、2日間開催されます。土日ですね。そうですね。さて、はい、今回の、ゾイドワールドブースはどんな感じなんですか、片山さん。まさにこの状態です。お、この進化ゾイドと兵器ゾイド、そう、ね、進化ゾイド、兵器ゾイド、他の、ね、はいはいはい、動画でしっかり語ってるんで、そうですね、そっちもチェックしてみてください、はい、まだみんなが見たことないゾイドが見れる、次世代ワールドビデオですね。いや、それは本当に見なきゃ損ですね。そうなんです。それだけじゃないんです。それだけじゃなくて、あー、もう見れるし、もらえるし、もう買えるし、もう体験できるし、全然わからないけど、盛りだくさん、盛りだくさん感は詰まりましたよね。はい、じゃあそれではその詳細をですね、はい、これから紹介していきたいと思います。じゃあそれでは、はい、ゾイドワールドブースに来ると何ができるんですかね、片山さん。まず第一に、はい、幻のエアゾイドが復元体験できちゃいます。おお、ここでしか、ワールドホビーフェアでしかもらえない。そうなんです、限定の。あー、なるほど。これは何のゾイドか知りたいですよ。はい、どうなんですか、これは。あ、ついちゃったやつ。同化して見えないから、白で同化したんですけど。そう、まさか今回はみんな見たことない真っ白なクワガの、クワガレアホワイト、これが復元体験できちゃう、ね、さらに今回このクワガレアホワイトを改造するための武器がついてきます。素晴らしい。いやー、どんな武器なんですか。早速ですね、はい、お願いします。その武器をつけた姿がこちら、じゃーん、こちら、クワーガ、クワトロバスター。お、なるほど、この4つの、そうです、4つの武器が、これ全部もらえるんですか。その通り。いや、すげー、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。やばくないですか、いいですか。うわ、かっこいい。目の前から見たら本当に、そうですね、ちゃんとワイルドバスもできる、もちろん感じで改造できて、いやー、これはもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですね。だって希少なゾイドなのに、はい、希少な武器までもらえちゃうっていう、いやー、これはかなり得な、今回ゾイドワイルドブース、はい、ぜひ来てください。はい、なんすかこれ。それだけではないんですよ。え、今回は、はい、マイゾイドを持ってきてくれたお友達には、改造武器パーツをプレゼント。限定？え、マイゾイドってどういうことですか？マイゾイド？そうだよ、ちょっと分かりづらいかな。はい、再現 VTR はこちら。今日は6月29日土曜日、ワールドオービーフェア開催しました。どんなお友達が来てくれるかな。おはようございます。おはよう。どこから来たの？どこから来たの？近くから来ました。近くからね、そうだよね、近いもんね。あの、さっきも来たもんね、僕のワイルドライガーなんですけど、うん、かっこよくしたくて来たんですけど、うん、あ、もう今日来た甲斐があるよ。え、本当ですか。うん、え、じゃあね、ここに9種類の武器があるから、うん、この中から好きな武器を選んで改造していこうか、うん、やったー。というふうに9種類ね、ある中から自分の好きな武器を選ぶことができます。じゃあ始めてみようか。はい、できたー。おー、イエーイ。これなんていう名前なの。これスーパークローライガー。おー、かっこいいね。うん、というふうにワイルドライガーだけでなくても、他にもカブターやラプトール、みんなが持ってるゾイドを持ってきてくれたら、このようにかっこよく武器で改造することができます。いやー、盛りだくさんですね。そうなんですよ。うん、これだけじゃないんです。え、いやー、ご存知ですよね、宮崎さん。よく聞いてください。任天堂スイッチゲーム、はい、ブラストも、もちろんでかい企画を用意しております。お、その名もキングオブブラスト、はい、最強ゾイドファイター決定戦、よろしくお願いします。次世代ワールドホビーヘア編開催いたしますよ。いや、今回は、はい、まあ、いよいよ配信される追加ダウンロードコンテンツの新しいゾイドたちを、まあ、6体、はい、使えるということで、16体全部参戦した大会を開催いたします。これは、
はい、暑いですね。詳しいスケジュールはまあここら辺に書かせていただくんですけども、はい、まあ、午前午後で1回ずつ32名ずつのトーナメント制で開催いたしますので、はい、皆さんぜひ参加してください。はい、優勝者にはなんと、はい、こちら、ダーン、来た。いやー、これはまずいですよ。しましたよ。これは出しちゃっていいんですか、こんな貴重なゾイド。貴重すぎてこのチャンスを逃す手はないという、はい、デスレックス主流形態を優勝した方にはプレゼントいたします。上位入賞者には激レアゾイドをプレゼント。もちろんあの参加賞もありますので、ぜひ参加してください。はい、お願いします。いやー、また今回はてんこ盛りですね。ゾイドブリスは盛りすぎですよ。さらに盛っちゃいます。これ以上盛れるんすか。盛りますよ。いやいやいや、ありえない、ありえない。かわいいは作れる。いや、そう関係ない。今関係ない。スペシャルグッズ販売会場にて、お、ま、7月27日発売、まさか新ゾイドビーストライガーを先行販売しちゃいます。イエーイ、イエーイ。すげー、1ヶ月前です。そうなんです、1ヶ月前ですから。本当にあるんですか、ビーストライガーが。でも、ただしただし、はいはい、他のプレゼントもそうだけど、ビーストライガーもちろん先着順ですので、そうなんですよ。皆さん、ゾイドワイルドブースへ急いでください。急いでください。いやー、今回も見どころ満載の、いやー、本当ですよ。次世代ワールドホビーフェア情報でございました。皆さん、いかがでしたでしょうか。ね、楽しみでしょうがないですね、この夏が。この他にもありますから、まだ。五大ジュアラもありますし、ステージもありますし、ステージも盛りだくさん。ね、冒頭にお話した新商品の展示もありますから。はい、楽しみにしててください。はい、皆さんのご来場お待ちしております。会場で待ってます。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。ありがとう。